突然ですがグッドウィルハンティングいいですね。私も最後のシーン大好きです。ありがとうございます。マッシャーが好きそうな映画を見つけたのでご報告します。半年くらい前に金曜ロードショーでたまたま見たベストキッドって映画です。いやいやいや、あのね、まあいいや、読み進めようじゃないか。もう見られましたか。ジャッキー・チェンとジェイデン・スミスが出ている映画です。リメイクのようです。子供で小柄のジェイデン・スミスが引っ越した先で喧嘩が強くなりたくてジャッキー・チェンの弟子になって強くなる映画です。ジェイデン・スミスはウィル・スミスのお子さんで幸せの力で見たことあるんですけど、ああそうかそうか、この映画での演技はすごいです。子供なのに筋肉つけてます。マシャの好きそうなところは、昔妻と子供を事故で亡くしたジャッキー・チェンをジェイデン・スミスが子供なりに弟子なりに慰めるシーンです。泣きました。もしまだ見てなかったらぜひ見てください。多分好きですよ。ああ見ましたよこれ、うん、もちろん好きですけど、いわゆるその見てる前提で話すっていう例のね、あのグッドウィルハンティングとかショーシャンクの空にとかっていう感じとはまたちょっと違うんですけど、これ僕らの世代はほらあのラルフ・マチオですから元々のやつのラルフ原作の、そう原作っていうか、はい、まあ一番最初のやつです、はい、84年だってラルフ・マチオとパッド・モリタですよ言いたくなるんだよね言いたくなるんだよこの名前が。これが僕らの世代ですよ。だからかなりあのリメイク感ありましたよね、あの新しいベストキッドは。やっぱりねジャッキーすごいんですけども、僕らの世代はジャッキーってやっぱり本人が戦う人、現役で戦う人のイメージがものすごく強いので、ジャッキーがほらむしろ弟子だったんで、昔師匠に水拳とか邪剣とかいろいろ教わってた人なんで、ジャッキーはそっちのこう印象が強くてね、なんかジャッキーが教えてるっていうのも感慨深くもありながら、なんか昔のやつを見たくなっちゃうんだよね。なんかね、ラルフ・マッチョ懐かしい。パッド・モリタ、パッド・モリタね、あーパッド・モリタ言いたくなるんだよねこっち見てくださいよ、ね、ぜひ原作の